ナオチンです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は超ダメージを出してみたいということでやっていきたいと思います。超ダメージ、これカンストがあるのでどれぐらいまで出るかはわかんないんですけども、1万超えるかな、なんか9999で頭打ちのような気もします。うん、前回の動画で、遊び人がねめちゃくちゃ強いっていうのが分かりましたよね。この百裂な目で防御をゼロにして、でさらにブーメランの、レボルスライサーで与えるダメージを増加させる、この後に攻撃をすると結構ねカンストするんですよ。不死鳥天武なんかも会心なしで全部カンストしたりとかするので、これを入れてなんか単発技を打ち込んでみましょうか。多分ねこれがいいと思うんだよね。アルテマソード、レベル5までスキルレベルを上げました。アルテマソードでカンストできるかな。まあとりあえずちょっと試してみます。それでは暗黒の魔人、こいつ HP 高いんでね測りやすいでしょう。まず主人公で百裂な目とレボルスライサー入れるでしょ。で、捨て身を入れてからのアルテマソードがね OK。 レボルいけるか OK。 で百裂な目守備力ゼロでしょ。で捨て身を入れます。で一応ガラクタハンターで転ばせとけ OK。 とりあえず準備は完了だよね。これ以上攻撃力は上がらないし、敵の耐久ももう下がる、あ属性は下がるけども、まあそれはまあ今度でいいや。レボルも百裂な目も入ってるね OK。 でここでアルテマソード、どうだ、二刀流2回当たるっけ。あいや1回だよね、1回だよね。あええー、2回当たったけども一発目が4999。えっカンストか、カンストだ。あそうか、これもなんだ連撃として見られる、二刀流だからダメなのか。二刀流をやめて、片手剣にしてみましょうか。だったらばどうだ、盾を装備して、片手でアルテマソード。さっきのが片方をカンストしたんで、単体ダメージだったら、あ、カンストするのか。あれ、これ以上のダメージない。いや違うぞ違うぞ、この前俺遊び人のレボルスライサーで6000ちょっとダメージ出したよ。なんだろうね、じゃあちょっとレボルスライサーで攻撃してみる。レボルスライサーだったらばいけっか。いや必殺技よりねギガスロー、ギガスローよこれ、かなりダメージあるし、ああでも連撃か、2回だわ。4999もういかない、1999ですよ。ならばレボルスライサーの方がいいのか。バイキルトかかってる、弱体化させてる、どう？お6000、ほらやっぱいく、6000いくじゃん。あならばこれで会心の一撃が出ればいくんじゃない？会心が出ればさ、来た、まあいいや、おこいつだね。会心の一撃が出れば多分どうだ、会心、会心すら出ない。
もう一回。ダメか。あ、そうか。もうテンションが下がってるからだ。ちょっとやり直します。では、準備は完了ですね。あとは、会心の一撃が出るだけ。どうだ？会心が出ない。いや、でも、7000いってるんだから、これはもうね、確実に、行く。会心出れば、これ確実だわ。どうだ？会心出てもそう変わらない。8200か。これちょっと難しいぞ。これ以上どう上げる。そうだ、試してないのがありましたね。属性ですよ。属性、敵の属性防御を下げて属性攻撃をしてあげればいいんだ。ヒューザのフォースを入れればいいね。武器ないよね。属性武器は、ブーメランであったっけ？メテオエンジ、そうじゃなかった。あ、雷属性武器だ。攻撃力は、まあまあまあ、20ぐらい下がるけども、一応属性武器だから、どうだろうね。これで無理だったら、ヒューザのフォースをダークスターに入れてみましょうか。まあまあ一回これで試してみましょう。それでは再挑戦いきます。もうこれ以上は多分ないと思う。あバイキルトが最初からかかってる。あーでもこれ2ターンぐらいしか持たないんだよな。まあいいや、カンストするか。できればこの属性武器で言ってくれるといいんだよね。ヒューザの、ターンを使わなくて済むからね。オッケー。一応ちょっとバイキルト入れとこう。これすぐ切れちゃうからね。んでアンルシアの勇者の目、これで全属性ダウンをします。OK、 全属性下がりました。まあとりあえず一回打っとけ。全部乾燥でしょ。あ、違う、レボルスライサーが入ってないから全部乾燥はしないんだ。でここでレボルスライサー入れます。はい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 。もう一回、よし、ナイス。で、属性防御は下がってる。で防御力もゼロで、ダメージアップがついて、バイキルトはついてる。で装備に、あ、俺ダークスター装備してた。メテオエッジね。メテオエッジが雷属性になるんだな。オッケー。攻撃力は18か下がるけども、まあいいでしょう。オッケー、行ってみましょう。どんぐらいいく？開始。ピッ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 。だ。会心の一撃じゃないよ。え？ちょっと待って。会心じゃなしで。会心なしで。9999。ああでもまあ1万以上はいかないんだ。いやでもすごくない？会心じゃなかったよ今の。うわあ、何これ、なんだこれ。ちょっとおかしなことになってるよ。会心じゃないんだけど。いやこれおかしいおかしいおかしい、やばすぎでしょ。はい、ということで戻ってきました。今日は超ダメージが出るかをちょっとやってみたんですけども、一番ね超ダメージが出るのは必殺技とかじゃなくって、レボルスライサーです。まあ、他の技はちょっと試してないけど、いや、試すほどもないな。必殺技はやっぱりカンストダメージっていうのが設定されてると思うんだけども、通常の技だったらば、あれかな、カンストダメージが設定されてないのかな？まあ、とにかくこのレボルスライサーを、
バイキルト使って百裂なめと、このダメージアッププラス、属性防御を下げて属性武器で攻撃すると会心なしで9999出ます。出る。ドラクエでこのダメージってなんか FF みたいな感じだったね。いやー、これはちょっとびっくりです。うん、これは間違いなく遊び人が最強ですね、やっぱりね。うん、レンジャーワンチャンあるかなと思ったけども、これ遊び人です、間違いない。はい、ということで9999、皆さんも出してみてはいかがでしょうか。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。